んたちっちゃいね。子猫だったのかな。子猫だったの君。顔でかいね。どうした、ご飯か。ちっちゃいね、やっぱ子猫っぽいな。1歳ぐらい、あなた。ちびっこ。はい。若いのに病気になっちゃう、かわいそう。マメ、ちょっとだけ許してやって。マメちゃん、なんかちびっこみたいだから。誰、あれ外見にじゃん。あれ塩は、あれ塩じゃない、あれ塩じゃないの、あれかと思ってたんだけど、塩じゃないじゃん。外見にごめん、見えてなかった。なんだ外見にか、あれ今来たのかな。うん、塩だったと思ったんだけどな。ちっちゃいなお前。子猫だったか、ごめんな。なんかの病気だよ、ちっちゃいのに。大丈夫？うーちゃんも、うーちゃん、さとみに、なんなさとみに、黒白猫はいないよ。さとみに、何してん、あれほら、あさ洗う。上のネズミどうしたの。上のネズミがない。ネズミ、うーちゃん、うーちゃん、うーちゃん、チュール食べた？あったあった、
畳に豆がいない。あるよ。うーちゃんがいるから。シャーシャー言わない。うーちゃん。いいし悪いし。あいみ、マメ。マメちゃん。いいじゃない。親子なのに。畳に。もういいじゃん。違うの？うっちゃん。うちゃん何してんの？うちゃん何してんの？うちゃん、うちゃん何食べてんの？ばあちゃん、わさび、ばあちゃん、どこ行った？今で見えない。ばあちゃん、見えないな。外ミニか？外ミニ。そうだよ、顔が外ミニ。何してんの？外ミニ触れないの？触れる。触れるけどさ、なんで？え、君触れる、大丈夫？何してんの？逃げた。外ミニ、何してんの？何してんの？落ち来る？あ？何泣いてんの？外ミニ。ほら、尻尾。尻尾長かった。いや、長いんだけど、いやいや、長いのいる。外ミニじゃない。外ミニだった。え、嘘。これ外ミニ。外ミニ。そっち食べないで、こっちで食べて。ちょいちょい、そっちであげない。
ちゃん食べるならもうあげてもいいよ、もうかわいそうだから。外見に今日もだね。あ、来た、あ、来るかな。ちょっと外見に、うーちゃんも帰ってきた。あ、母言ってる。うんだ、暑いんじゃない。しよう、残りちょっとあげていいよ。外見にが食べる時間、うーちゃんも待ってるな。しーよ、さっきからでも食べてるからな。うーが後ろで待ってるから、その間にあげるんだよ。こっちで足止めしてる間にあげんの。どこで？向こうで。そう、決まってるから。ほら、うー来たでしょ。来るから大丈夫。触れる。触ってる？触れるでしょ。